ちら黒崎駅方面徒歩10分場所に、黒崎カナオボクシングジムがあります。駐車場はこちらで12台停めることができます。でこちら1階のご案内になります。まず入ってすぐボックスマスター、ウイニング製サンドバッグ4つ、シングルパンチングボール 4.5 メートルサイズのリングを設置しています。こちらは壁掛けサンドバッグ、ダブルエンドシングルパンチングボール、2階フロアのご案内です。こちらもウィーニング製サンドバッグが3つ、 4.5 メートルサイズのリング、シングルエンドパンチングボール、で更衣室男性用3つ、荷物入れ、鍵付きのロッカーを設置しております。でこちらは女性用更衣室ですね。こちら3階フィットネスフロアとなっております。複合筋トレマシンやランニングマシンなどを置いてあります。こちらダンベルエリアです。ダンベルラックにダンベルをセットしてあります。その隣にはフリーウェイトゾーン、パワーラック、プレートラック、でこちらは、腹部筋トレマシンを3台設置しております。でその隣にレッグプレスマシン、腹筋マシン、スピンバイク3台、ホライズン製です。でその後ろにはホライズン製のトレッドミル2台、奥にもう2台、こちらモニターを設置しておりますので、ボクシングの DVD を見ながらスピンバイクを使ったりランニングしたりすることができます。トランポリンも2台。こちらは4階女性専用フロアとなっております。女性の手も優しいようにウィーニングの赤色のソフトタイプのサンドバッグやスタンド式のサンドバッグで初心者女性に優しい空間作りを意識しています。マシンは3台あります。おすすめは真ん中のアブコースター、こちらは結構がっつりと腹筋を刺激することができます。